食べかけのブッターブローとブッターブローとは、ドイツ料理の一種。バターとパンの意であり、バターを塗った、パンを刺す。ドイツ北部では、サンドイッチの意で用いられることもある。バターの使用量は多く、パンの気泡が隠れるくらい厚くバターを塗ることが多い。バターは、無塩バターが多く、発酵については発酵バター、無発酵バターのどちらも好みで使われる。 パンは小麦を用いたパンよりライ麦を用いたライ麦パンがほとんどである。パンにバターを塗っただけではなく、抗議にとらえてソーセージやハム、チーズ、ジャムなどを乗せてオープンサンドイッチ状態にしたものもブッターブロートと呼ぶ。この場合、バターは乗せた具材の湿気がパンに入り込むことを防止するとともにパンと具材をなじませる接着剤の役割を果たす。 ヨハンボルフガングフォンゲーテの若きウェルテルの悩みで、ブッターブロートとザウアーミルヒという表現で簡素な夕食の意味で登場するほか、マルティンルターも1525年に、パターパームは子供に良い食品であると書き記しているように、ドイツ地方では中世以前から食文化として根付いている。慣用句としても一家のように使われる。ハンバーガーブッターブロートは、 スライスした白いパンにバターを塗ってチーズを置き同じくスライスした黒パンを乗せた料理である。ありがとうございます。